まずは前走を振り返っていただけますか。前走は JBC で一番重要だと思ってるスタートもうまく切ってくれて、で、いい位置につけれると思ってたんですけれども、その日は前残りの競馬だったんで、みんながちょっと固まって進んでしまったんで、外を振られる形で競馬を進めたんですけれども、そこはちょっと見てて心配だったんですけど、まあ、松山ジョッキーが、まあ、馬を信じて乗ってくれたんで、結果、強い競馬ができたかなと思ってます。そうなると、その帝王賞4着からの変化というのも感じられましたか？帝王賞の時は、まあ、調子がすごく悪かったので、まあ、あの状態とは、まあ、比べ物にならない状態で出走できました。では、改めて去年のチャンピオンズカップを振り返っていただきたいんですが。去年のチャンピオンズカップも、まあ、強い馬がたくさんいて不安要素もあったんですけども、あのハイパフォーマンスをしてくれたんで、まあ、道中どうとかゲートどうとかっていうよりも能力は高い馬だなっていう感じはしました。まあ、そして今年になりますが、調教を振り返っていただきたいんですが、まずは松山ジョッキーもまたがった1週前の追い切りなんですが、どのように、振り返りますか？競馬後 JBC の後の、まあ、フルで一番強い調教したのはあの時だけだったんですけど、松山ジョッキーも乗ってもういい感触を得たんで、知事も最後しっかり伸ばしてほしいって言ってあったんですけども、ちょうどしっかり伸ばしてくれていい状態でいけると思います。そして今朝の追い切りですが、どのような指示を出したんでしょうか？いつも1週前にしっかりやった後はもうケアするのと、あと折り合いと馬の動きだけを確認する程度にしているんで、今日の動きも良かったと思います。まあ、去年と本当に同じローテなんですが、そうなると馬の状態というのはどのように感じてますか？去年もう本当にすごいいい状態だったんですけども、今も同じぐらいいい状態で出せると思います。そうなると、この1年の成長分というのも感じていらっしゃいますか？去年がやっぱりあれぐらいのパフォーマンスを見せてくれたんで、あれと比べてしまうと僕自身ももっともっとっていう感じにはなってしまうんですが、まあ、あれと同じ状態で出せるんだったら、もうすごいいい状態なので、そこまで求めずに、今はいい状態で本当に出走させられればいいかなと思っています。そうなると、今年は史上2頭目の連覇がかかるという中での出走となりますが、それについてはいかがでしょうか？皆さんに言われるんですけど、連覇連覇っていうのは、それを聞いた時はもうすごく緊張します。 ただこれまでもチャンピオンズカップでもいろんな競馬でも重賞でも勝ってきた馬が連覇ができないっていうのは、いろいろな障害があったり、難しいものだと思うので、僕自身はもう馬の不安を毎日の調教で消していくっていうことを繰り返して出走させたいと思ってます。では最後に改めてレースに向けての意気込みをお願いします。いい状態で出せれば、また去年のようなハイパフォーマンスを見せてくると思いますので、応援よろしくお願いします。